3つ目が、非主張的でもない、攻撃的でもない、アサーション。まあ、アサーションができてる状態をアサーティブって言います。アサーティブ。3つ目がアサーティブです。まあ、これはどういうものかというと、自分の意見や考えをできるだけ正直に伝えようとする。伝えようとするっていうのが、まあ、一つのポイントで、伝えなければならないとは違うっていうことです。で、伝えたら、その次の大事なことがあるんですけど、伝えたら相手の話を聞く姿勢を見せるっていうことですね。いや、私はこう思うんですって相手に伝えたら、そこで終わりじゃなくて、相手の人がどう言うか、それを確かめようとする。相手の話を聞こうとする。まあ、これが大事なことです。これはかなり難しいことで、なかなか相手の話聞くっていうのは簡単に思われるかもしれないですけど、とても難しいことですね。まあ、自分の心に余裕がなかったり、自分の意見を通したいって思ってたら、なおさら難しいと思います。まあ、ですので、アサーションっていうのは、アサーティブっていうのは結構ね、練習しても、まあ、練習したらできるようになると思うんですけど、なかなか実践するのは難しいと思います。はい、まあ、他にもね、いろいろ、大切なことあるんですけど、まあ、今回の動画では、アサーションとは何かっていうのをちょっと簡単にお伝えしました。